作家のしげのでですすエスカの土井ですよろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、はい、地面師たち第1話、ットフリックス行きたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。いきましょうか。もうこれ、実際にあった事件をモチーフにしてやってるって、ね。なるほどね。ですね。はい。 セキスリンカスーかなー、ね、そうだね。だし、あの、アパホテルっぽい名前も出てきたしっていう。なんか、そうだね。結構あるんですかね<ー>もしかしたら表沙汰になってないだけで。ね,ね、知らないよね知らないよねですよね。<ー>っていう怖さがありつつもっていうところですね。ねですか、運転免許証ってあんなにあれなんですね。こう、う中にね、 心配入っててでしかもそれちゃんとあれなんですね、<laughs> 確認して、ね、やるんですね。うん、なんかそういうところのリアリティというか、ね、なんかね、真実味がありますよね。あ、本当にあるようふうにね、ねやってるのかなみたいなね、うん、ところがね。ね、我々ね、あの、9億の土地を転がすなんてことないからね。ないんですからね。<laughs> <laughs> <laughs> そんなことはね。 いやでもほとんどの人がそんなね、まあ、仕事でやってるとかね、はいはい、あるのかもしれないですけどえあれさ地面師にさこうやられて払っちゃったあ,ごあのちょっと先のこと言っちゃうけどさ、はい、成立しちゃったじゃん成立しちゃったらなんかこう保証みたいなのないのかねいやないでしょうねそりゃな,なかったらやっぱりもう自分たちでやるのがもう最後のセーフティーゾーンなんだいやそうですねいや<え>あのちゃんと本人確認するというか <laughs> っていうところですよね。よねでまあ、ほとんど戻ってこないだろうなな、ね、戻ってこないでしょうね。それはやっぱりね。うん、いや、すごい話ですよね。すごい話だね。はい。行きましょうか、本編ーはい。えー、4分。 ハ、はいえー、リソンさんと匠さんの2人のねところなんですけど、これ地面紙になりませんかっていう冒頭ですよね、はい、なんかようわからんけど、まだここの段階ではようわからんけど、非常に背負ってるものが重そうなハリソンさんと、そう、あの静かな隙のない交流ですよね。 うん、だ独特のなんか凄みというか、なんかこう威圧感というか、怖い感じだよね、やっぱね、いい演技でしたね。ねえ、なんかやっぱり、何てうんですかね、裏社会の男というか、っていう感じがビンビンしてくるっていうね。ビンビン、怖い匂い、バンバンしてたもんね。そうですよね。<laughs> いや、いいですよね。なんか、うん でもあの冒頭のハンティングのシーンから、ハ、うん、リソンが彼がどういう人物かっていうのがちょっとやっぱり分かってくるというか、うねうんね、何に重きを置いているのかっていうのがね、うん、なんかこう、スリルをどうしようもなく求めてしまうような人なんでしょうね、うん、きっとね。なんかね、そこだけ見ると海外ドラマみたいだったね。いや、そうですね、うん。非常にいい入りというか。 うん、う全然ちょっと違う角度から入ってるよね、多分ね。ねそうですよね。引きつけられるところですよね。うん、そう。で、あの、たくみさんをまあ勧誘するっていう、たくみさんはたくみさんで、まだこう静かだけれども、こう内側に何かを秘めてそうであるっていうところですね。まだ分かんないけどね。うんうん、そうで、えー、20分のところかな。はい。 こう地面師たちが準備するところ。<laughs> まあ、あの、危険度はどん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 上がっていくんだけど、これやっぱり、あのー、やっぱプ,プロって言っていいのかね、わかんないけど、ねあの、みんなずぶといいいとこでやってるね、やっぱね、交流もさ、ね、行動も。で、それが本人を通してるから、非常になんか真実味があるというか、いい演技だったね。うん、そうだね。地面師集だ、そうですよね。 油断ならない人たちですよね。まあ、<う>怖いな。<laughs> 仲間にしてるときはね、頼りがいあるし、そうだね。っていうところなんだけど、でも、いつ彼らが、ね、<laughs> 手を開かすかは全然わからないっていうところで動いてるっていうね<ー>。いいところですよね。それがまた緊張感を生んでるっていうね。すごいね。い,ねいいところです、ね。なんか あのさ、あの、代、はい、役みたいな人を常時5、6人抱えているてどういう状態だよ、ねね、<laughs> の、まあ食い詰めた老人たち。ね、で、ある程度、まあ、社会的に対応ができる人を、まあ、集めてるという手配しすごい話ですよね、キャスティングだと。で、まあちょっと、あのー、わかんないんだけど、はい、あなんだね、あのじゃあそうそう言ってた、その、 免許証を作る専門の人とかね、うん、ねすごい話ですよね。うん、でも確かにこうなんですかね免許の更新とか行くとこうあれじゃないですか警察署行ってとか免許センター行って、うん、あの手続きしたらまあ出てくるわけじゃないですかなんか、ね、機械とかが、まあるっちゃあるんですかねわかんないですけど。そうだろうねそう <laughs> っていうところなんですかね。<laughs> 変な話あのねお札もねだって,ってあ、まあ、そうですよねそうですよねお札があってまあね材料 <laughs>、うん、入れて吸ってるっていうところなんでしょうけどねまあね一般では触れてはね触れることのないところですよねそうだよねはい怖いわいや恐ろしい世界ですよね <laughs>、はい、でですよ27本人確認のところ来ましたよそうですね、うん、でまあピンチって っていうわけではないんだろう。いや、ピンチか。あのー、うん、ね、いろんなことを聞かれたりするんだよね。はい。うんまあ、ね、あの土地の所有者が本人かどうかを確認をするという。まあすま、当然なんだけど。でも、当然なんだけどね。ねそうですね。うん、まあ、不動産会社としても、まあ、そのね、10億クラスの取引であると。そうだよね。っていうところですよね。あ<ー> もう、この、なんていうんですかね、もう一番危険な時ですよね、これは。もう本当に危険度が高くて、本当、しかも綱渡りのように見せてるんだよね。うん、そうです、ね。こ,この駆け引きと、あとまあ、全員がその場でこう、マックスの起点を聞かせているっていうその強い行動。うんうん、で、中でも、 ある程度こうなんていうのかなその冷静にこと運ぶ運ぶ匠さんとかね、うん、いやもう素晴らしい演技でしたね良かったと思いましたねいやそうですね、うん、もうだってあれですよねもうボケちゃったんだと思いましたもんねあの瞬間ね <laughs> そうだよねいや,いや俺もそう思ったよ <laughs> あの 緊張しすぎてねっ、ねね、っ飛んじゃったのかと思うねどうなっちゃったんだってなると、うん、でもねさのぼるとちゃんとねあのハリソンはタクミさんに渡してるしキーアイテムを渡してるしタクミさんはちゃんと起点を聞かせて最大限に起点を聞かせて窮 <laughs> 地をまあ乗り越えているっていうねはいいやすごいようーん はいで、次が40分ですね。はい、えー、で、まあ、一段落と言いますか、終わってね、成功したんですよね,ね,ね。一つの山が終えてっていうところですね。こんだけでっかい山が終わったら、もう引退しそうなもんだけどね、違うんだね。ねえ。うん、まあ、まずそうで、で、次の仕事はどうするって言ってね。はい で、ここですよね。危険度が跳ね上がっていくし、隙のない強い行動があるし、うん、でも、死人が出そうな山っていう、なんかもう無理や無理やとかって。うん、<laughs> この辺は、ガリバチコ危険度上がってるね。いい演技だね。ね<ー>今回よりもさらにっていうところですね。<ー> <laughs> もっとスリルが欲しいんだ。死人がゴロゴロ出るような山をやるんだっていう。 いや、すごい話ですよね。やばいね。いや。まあ、はいま、確かになんかああいう大きい土地、うん、みたいな確かになんでだろうみたいなところ確かにあるよな。ありますね。確かにね。うん、ね繁華街の中ね、何もなってないとことか、ね古いお家とか確かにね。うん、そうですよね。あるよね。 うん、いやあれ、確かにわかんないっすよね、これ。<laughs> ねえ、だって、その、ねその騙される被害者というか、もうプロの不動産屋さんなわけじゃないですか <laughs>。まあそうだよね。プロの不動産屋さんをね、<う>騙すっていう。 すごい話ですよね。ねいや。私、やっぱりある、ないことはないんだろうな、ね、やっぱな、こうう、ね、すごいよね。すごい話ですよね。うん、これね。うん、いやー。おもろい。これはおもろい。そうですね。うん、やりますね、ネットブリックスね。 ネットフリックス面白いねやっぱねそうですねうん金のかけ方も違うしねネットリスクあれらしいですよあの場合によってはあの建物建てちゃうらしいんですよ <laughs> <laughs> いいねいやすごいですよね<の>そうでも多分予算の規模がやっぱり違うからなんかあれなんですよねこうクリエイティブ上がってきたところでジャッジをしてダメだったらチームごと変えるらしいです あ新しいプロデューサー立てて、別のチームを作って、<ー>もう一回やりましょうみたいなところがあるっていうのは、やっぱりすごいところというか、<ー>なんかテレビとか映画の作り方とはやっぱ多分違う、舞台とかともやっぱ違うところですよね。うん、ね。期日があって、まあ、そこに合わせてみんな作っていくっていうのともね、ちょっと違う感じですよね。なんかさ最強のものをずっと作ってるみたいなもんだろう。ねえ、多分そうですね。 今できるさ、うん、このふうにできるっていうところ、ね、いやー。えー、はい、まあそんな地面師たち第一音、ちょっとベストシーンを上げていきましょうか。いや、これね、全部面白かったんだけど、はい、一番の見どころ27分かな。本人確認のところ。うん、本人確認のところ、すごいですね。危険度が高い中で行われてるし、本当につなたり。 のように演じてるし、まあ見えるし、で、駆け引きがやっぱすごいし、で、あのー、おじいちゃんもすげえいい味だしだね。すごかったですね。すごかったね、あれね。<う>ああ、いい演技だったね。うん、あ,あれなんですね、<ー>現場に行く前に何回も何回もトイレに行くっていうのをね、作ってあるんですよね。そう、あれね、そうですよね。 いやあのさ、ねね、さすがですよね。あの場に至ると、そう、あの、全員がベストを尽くそうとしてるっていう <laughs> あ<ー>。ああ。ね。っていう仕組みになってるってね、いい,いいっすよね。<laughs> はい。というわけで、一、はい、名人たちの第1話でございました。ありがとうございました。おはようございます。はい。この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。